松坂市立第一小学校は三重県松阪市の市立小学校学生発布に伴い1873年7月大手学校として創立する大手学校は旧松坂学習館を本校とし家事庁と西町に分校を設置した正確な時期は不詳ながらそのごとの町学校に改称している松坂城下には他に 本町学校、日野町学校、西町学校、新町学校、中町学校、あた町学校、う町学校、港町学校が相次いで開校したが、1883年1月に、これらの学校はすべて、都の町学校に統合され、同校は、松坂学校に改称した。松坂学校は5つの文教場を置いた。 1884年1月、仮本校とされた旧都の町学校が消失、同年11月に、現校地に新校舎が完成した。また1886年1月に、松坂神城小学校へ改名、文教場は、東西二つに再編された。1887年5月、松坂神城小学校に、飯高郡 飯野郡の二の24町村の組合率の、飯高飯野郡高等小学校が併設された。飯高飯野郡高等小学校は、飯南郡高等小学校、松坂高等小学校と名を変えた後、1908年4月に、松坂神上小学校に統合され、同校は、松坂男子神上高等小学校と、松坂女子神上高等小学校に分離した。両校は、 翌1909年4月に統合、松坂第一人上高等小学校となった。同時に、校区見直しが行われ、松坂第二人上高等小学校を分離した。松坂第一人上高等小学校には1910年4月に、実業補修学校、1926年7月に、青年訓練所が併設された。 また、1912年4月開校の松坂第3尋常小学校と1925年4月開校の松坂第4尋常小学校は、創設時に第1尋常高等小学校を借用していた。1927年4月、高等科を松坂第4尋常小学校へ移したため、松坂尋常小学校に校名が戻った。 1935年7月、先週実業学校と青年訓練所が統合して、小高青年学校となり、そのまま松坂尋常小学校に併設された。1941年4月、国民学校令により松坂第一国民学校に改称1947年4月、松坂市立第一小学校に改称した。通学区域は以下の通り、 2009年5月1日現在の児童数は156人であった。2016年5月1日現在の児童数は9、学級187人である。ありがとうございます。